はい、皆さんこんにちは、ゲームイズ、ナシカノです。はい、皆さんこんにちは、ゲームイズのシロです。はい、今回ははい、マリして超絶ですね。で、今回はね、はい、パーティー、まあ、先に説明すると、パインの進化と神化、はい、あとヒミコに桜ギル、はい、これはね、気になってる人多いんじゃないですか。そうですね、うん、パインちゃんはね、最近じゃ現れた久しぶりにね、マインスイーパーのキャラができたので、まあ、今回、ね、はい、2体、ついてきて、はい、どういう感じなのか、どんなもんか、はい、っていうことですね。まあ、ちょっとねここ、今ちょっと反射が続いちゃったんで、ね、そう無理だったんですけど、うん、貫通で来る場合は必ず上の雑魚を優先して、はいはい、処理しましょう。自分にあんまね、反射でね、はい、来ないからね。あ、本当ですか。今すいません、入りません、はい、大丈夫、自分も普段反射で来てるのに入れなかったから、はい、で、ここのね、プヨリンを、ね、攻撃までに倒さないと、あのアビロックをね、はい、受けてしまう。まあ今2体パインを食らっちゃってます、はい、受けちゃうんですけど、このね、アビロックをね、受けないようになるべく処理しておくのがおすすめ、うん、おすすめというか処理しましょう、受ける前にね、はいはい。まあ、今回パインがね、マインスイーパー両方とも持ってるんですけど、ダメージオールないんですよね。そう、なんでダメージオールは避けましょう。まあでもダメは基本ね、はい、まあ、4面にも貼れるんですけど、そうですね、基本ね、左右2面が多いんで避けやすいです、はい、そうですね、もう必ず L 字に貼られるってことはね、 100% ここではないので、うん、対策するなら地雷を優先、はい、うん、ダメージオールは避けれます、うん、はい、ここはもうね、いいで突破します、はいはい、でドーマン奉仕ね、ドクロマークついてるんですけど、もう気にせず倒しちゃったんですよ、はい、ダメージオールの展開、そうですね、はい、でまあね、一応まあパインがね、はい、今回ダメを持ってないんで、うん、避けやすいんですけど、まあ、ターン調整とかしてね、なるべく最初にスタートとかしておくと楽かもしれない、はい、そうですね、ダメージオールないターンで動けますね、はい、でここ第2ステージなんですけど、ドーマン奉仕のドクロマークは、ダメージオール、うん、でビットンのドクロマークが、16バリアかな、でビットンが撤退するときにドーマン奉仕を呼び出して、はい、またね、非常に厄介なね、はい、はい、と倒すと重力が入る、はい、倒さないとね、ドーマン奉仕呼び出されちゃう、そうそう、まあ、どっちでもいいかな、うん、どっちでもいいです、はい、これ立てるか、はい、でラセツが、上下にバーティカルレーザーを打ってきまして、それがね、うん、意外と強力なんで、なるべく上下にいない方がいいですね。であとドーマンがね、うん、近くにいると短距離拡散弾放ってくるんで、これがね、貫通とかだとね、うん、そのドーマンのもうね、重なりやすいんですよ、はい、それで一気に全部受けちゃって、そうむっちゃ HP 減るときあるんで、はい、位置調整はね、ちょっとね、うん、した方がいいですね。この今出てきたドーマン推しの右下4ターンですね。そうでこれはなるべく避けたい、はい、でも今回ね、ヒミコがダメージオール持ってるけどマインスイーパー持ってますよ、そう、うん、なんか地雷踏んじゃうんで、なんでちょっとね、うん、なるべく、その回収はしながら行きたい。はい、危ない。あ、痛い。あ、オッケー、オッケー。まあこの辺りはそんなにゆっくり行ってても大丈夫ですね。そうそう。でね、まあ、はい、クエスト長いんですよ。マジシャン非常に長いんで。はい。まあ SS とかはね、中ボスでバンバン使ってっちゃって大丈夫ですね。はい、まあ地雷はそんな気にしなくていいかな。地雷もね、うん、まあ。1個だったら大丈夫です、うん、そう、まとめて受けちゃうとね、また話は違う、そう、話しちゃうんですけど、話は違ってくる。で起爆ターンもこれ長いんで、はい、長いですね、とりあえずね、こうとか、うん、十分に、はい、はい、あー取れなかったね、はい、はい、取れないですからね、これどうしようかな、もうでもこれやっちゃうよな、うん、もう縦でいっちゃうしかないですね。でも次パインスタートできるんで、うん、悪くないんじゃないですか、お、いけるんだ、あー、拾わない、まあでも、まあまあまあ変に当たるよりは、うん、はい、はい、第3ステージです。第3ステージ、はい、はい、うん、他できればね、はい、貫通スタートが良かったね、そう、ここね、しかも反射で続くからね、だいぶピンチで、はい、でまあ貫通タイプじゃないやつはもうみんなビットに、そう、うん、攻撃しに行って、でこのあと一旦までにビットを処理できればドーマン方針の、ね、呼び出しは防げるんですよ。なんでなるべくビットは壊しておくと楽に、はい、ただ、はい、次でね、うん、まあ、アビロックがね、最初にも言った通り、こう、これがね、また厄介なんですね。はい、で、ちょっと重力バリアがあるんで、むずい。こういきます。はい。はい、はい、でしょ。このアビロックはいいでしょ。そうですね、まあ、はい、ここはまあね、縦感しとけば、
そう一応ね、ダメオは大丈夫なんで、でアビロックかかってしまって、大量にまかれた地雷を踏まされるっていうパターンになるんですけど、そうでも今回ね、うん、最初にもうドーマンの呼び出しをね防いでますんで、今回それは大丈夫です、はい、ガイド出たじゃん、来ました、ね、ガイドガイド来た、皆さん知ってますか、はい、ガイドガイド来た、ガイドだ、あすごい、やっぱガイドが出ると何一つすごくない、丁寧にスニープに当たれるそうですね、はい、でね地雷展開が防げてると一応アビロックかかっても大丈夫だよっていう状況ができる、うんうん、はい、まあ、ダメオはね避けるからね、そうね、もう食らいまくりだなもん、やばい、やりたい放題やられたい放題なの、ほんと、まあ、貫通タイプ今回2体なんでね、ちょっとね、まあ、その辺でロスはあるかもしれないですね、うん、どうしてもね、はい、まあ、なるべくちょっと解除はしていきたい、はい、これちょっと、うん、やりづら、そうですね、でもいいんじゃないですか、そうそうなんですよ、若干浅く、はい、あうまい、アウトです、ただ卑弥呼があれでスタートになっちゃう、そうで、まあそのあたりはいいか、うん、はい、はい、次がね中ボス戦、中ボス戦来ました、ここ中ボス戦、はい、まためんどくさいんですよね、ここもで、ここね今ね、はい、あのマリシェンの上下に僕らいると思うんですけど、はい、これあかんですね上どうしたんですか、はい、マリシェンの頭の4っていう数字があるんですけど、うん、これがね0になるとはい、バチカリレーザー、太いのと、まあ、横にねちょっとレーザー、出してきます、そうなるとね、はい、非常に厄介、そこもダメがないんだ、うん、まあ、でもイブでずらすんでいいですよ、はい、でも今回アビロックかかったからこうなると、うん、はい、まあ、ヒミコ見捨てようかな、そうだね、はい、1体だけだったら、まあ、非属性だし、うん、そう意外と大丈夫なんです、ね、問題ないですけどね、うん、はい、で、まあ、上下を、おまたガイド、またガイド出た、すごいな、ガイドやる気満々だな、見えてるね、はい、でガイド使っていきます、はい、だから縦軸をねなるべく避けるようにそうしたいんで、ちょっと当たるかな、当たっちゃって、ギリ当たってる感もなくない、はい、はい、こうどうしようかなまだ難しいですね、まあ、消せるって言ってもね、うん、これちょっともうこっちで立て替えします、はい、怖いんで、はい、まあでも上下レーザーゆっくり避けてればそんなにひらめじょうき、あよかったね、うん、なんとかなんとか、まあ、ハートもあるし、ハートもあるし、はい、打ちます、はい、でねここそれちょっとこれオールワンショットなんで誰も気にしない、うん、でここのあのね今ちょっと失敗したスピードアップしたマリシテンとラセツの間にね挟まれるんですよ、あそうなんだ、はい、でねマッチショットが一応決められるんですけど、うん、まあ今カッコつけて狙ったら失敗した、うん、これ入れるか、はい、あ、頑張りたいです、あ、惜しい、あ、でもいいんじゃないですか、これだけザコ勝利でしょ、オーランチいいね、うん、オーランチいいんですよ、オーランチはここのクエストと結構相性いいんじゃないかな、しかも降臨にしてはまたガイド出てんの好きね、落語ですよ落語ですよ、卑弥呼使います、はい、はい、強っ、そう、強っ、強っ、ってかやっぱガイドいいな、うん、ガイドもいいね、うん、イブねガイドついたのね、まあ33回結構役立つんですよね、はい、こうやって突破できちゃうじゃないですか、逆に突破しないと危ない気がする、突破しないと危ないんだけど大丈夫かな、うん、打ってみます、打ってもいいんじゃないですか、うん、ちょっと怖いんで、確かに怖いんで、弱点ウォークして止まってできなくて、はい、なんか2体とも食らうみたいな、まあかっこいい、ね、大黒点を使ってる人に分かると思うんですけど、はい、ミサイルちょっとだけ威力下がったぐらい、そうそう多分下がった、うん、重力とねワープとか消せる、うん、ワープは消せない、はい、何もできないです。でここもヒットはほっとくとドーマン方針呼び出してきます、はい。でも倒すと重力バリアを展開します、うん。なんでね、もうこれパーティーによって選ぶしかないから。はい。ビットン行けるかな、まあね、ここはもう貫通タイプでもうプヨリンね先に倒しちゃうっていうパターンが一番いいんですけど。もし、あでもいい位置じゃないですか。はい。はい、展開が意外と長いんですよ、重力がね。なんで一回展開されちゃうと。プヨリン倒します。はい。まあね、イブとかちょっと動きづらいんです、うんうん。プヨリンがまたここでも、アビロックやってくるんでね、はい。なるべく先に倒しておきたい。ちょっとこっちに行きます。はい。あ、そうですね。オッケー。ヒミコ一体だけだったら、はい、多分大丈夫。まあ、アビロック。あ、オッケー、オッケー。はい。それならオッケー。これちょっとあれですね。アビロック当たっちゃうんで。はい。ああ、地雷踏んで予感します。はい。ここはもうね、SS 使っちゃっていいですよね。うん、ここも、うん、全然あの SS は使いましょう。はい、こっち縦貫しながらこっち。はい。お願いします。まあ、次打ちますよ。はい。でここもあの雑魚戦と同様にあのドーマン方式があの短距離これ次右下の攻撃で短距離レーザー、あ短距離レーザーじゃない。短距離拡散なのね使ってる、ね。短距離レーザーやばいね。短距離レーザーやばい、ね。ちょっとあハートもね。そうだ。あこっちで。悩むな。はい、こちらちょっと。はい。時間かけちゃった。
これなんて言ってんの？これはね、ツンデレなんちゃらって言うのかな。あ、割りかし出た、はい、割りかし出た。本当は真ん中でちょっとガサガサっとした。確かにプヨリン、プヨリン倒してない。はい、これプヨリン倒してて姫川ただけ、そうですね、出そう。わあ、強い強い強い。あ、いいっすね、よくずらし、ナイス。はいはいはい、そう、味方がね、上下のレーザーの範囲にいっちゃったら、うん、今ナウシカさんみたいにね、ずらしていただければ、はい、かなりね、強い、はい、強っ、強っ。ヒミコ連れてこよう。そう、ヒミコ強い。ヒミコ使わないか。運枠をね、複数積むって場合はヒミコでやっぱね、生きてるだけで火力不足を補えるから、ヒミコやっぱ強い。はい、じゃあ中ボスに突破。あ、落ちなかった、ね、はい、ここで落ちるんですか、あまりして。はい、ね、通常ステージラスト、はい、お住まいですね。はい、はい、でここね、理想、これがこの入り理想っすね。あ、マジ。はい、イブスタート、はい、うん、このイブでスタートすると、うん、一応下のプヨリンがね倒す。あ、確かに、うん、なんで貫通タイプで、ね、必ずここはスタートします、はい、でここね、うん、4面貼られるんですよ、これ。そうね、結構やらしい、ね。まあ、ブロックがあるとはいえど、はい、ちょっとね、配置によっては危ない時もあります、はい、ここちょっと当てかんします、はい、そうですね、安牌でもう無理して倒しに行ったりして、ね、うん、そうそう、もうボス前なんでね、うん、慎重に行った方がいい。確かに、間違いない。それ、ね、ここでやり直すって嫌だから。そう、ここで、あのね、そう、マジチェーンはね、うん、長いから本当ね、そう、やり直したくない、やり直したくないんですよ。できればやり直したくない。はい、はい、OK。 あ、OK、倒せないか、まあいいか。でここも、ドーマン星がね、はい、まだね、しつこいでようですが、短距離拡散弾を打ってくるんで、耐えましょう。これ、でもカンカンできるんじゃないですか、間で出せます。頑張れ。OK、OK、危ねえ、上にちょっと抜けたりして、怖い。うまい。OK、これ抜けたらちょっとね、うん、もう、十中なって、ね、うん、発狂モンスター。当てましたね。はい、お、ガイド、ほんやばいな。ちょっとやばいな。ちょっと、あんまり無茶しないで。プヨに倒して出せと思います。はい、はい、あ、OK、 素晴らしい。あ、いいっすね。あ、 OK ですね。では避けれる、うん、これ怖いんですよね、はい、ダメージオールないとね。怖い、この短距離も避けて、これもちょっと縦感しますわ、はい、で、なるべく次のステージなんですが、上配置してるときいいですね。うん、上にね、うん、もうマリシテンが出てきてますね、はいはい、そうですよね、まあ、上の、そう、左右で戦う感じ、はい、怖いんですよ。めっちゃ怖いんですよ、ここ。あ、でも大丈夫か、はい、次。あ、でも、卑弥呼をね、上配置しとくとね、相当楽っす、ボスで。マジで、はい、真上にね、配置できておくと、右のこれ。頑張れ、頑張れ。あ、いいんじゃないですか。あ、いいね。割と、割かしい配置。はい、20ターン、はい、ターン。これ、いいんじゃない、うん、イブ最初にも、いきなり当たりにいけるし。ルッパできるんで。はい。で、SS もね、みんなたまります。はい、あ、超いい。神配置。はい。でね、まあ、中ボス戦とね、同じく上、はい、頭の 4の数字がね、はい、まずいやつなんで、そう、ね、ここもね、上下には、うん、そのね、攻撃付近になっ、攻撃間近になったら行かないようにしてください、はい、で今回卑弥呼を砲台として使ってるね。これも当たりに行くわけでいいよ、うん、当たってるゲース。これ卑弥呼、卑弥呼連れてくるとこうなる。強っ、強いっすよ、卑弥呼やばいっすよ。連れてこよう。ここずっと自分はもう卑弥呼一択打ちて、打っていいんじゃない、打ちます。これで終われば次ヒミコスタートできるし、そうよっか、これ終わんないんじゃないかな、さすがに。やばれ、オーランチを信じよう、はい、オーランチを信じます、うん、はい、スライショット、これなんて言ってるの、はい、あ、バインチャクラ。強い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 、超いいじゃん。超いい流れじゃん。はい、え、超いい流れじゃないですか、ほんとパインいいじゃないですか、やっぱ。え、でね、イブ嬉しい、久々チェインメタ打てる。嬉しい。あ、でもこれ、はい、これ気をつけましょう、これプニプニがいるんだね。あ、ね、上のラセツを当てることを意識した方がいいです、ここ。確かに、うん、ここ行こう、はい、あ、いいっすね、その角度がいい。来たー、チェインメテオ開幕。あ、でも、あ、ごめん。初めて見た、ここで2チェインしてる人。あれ、おかしいな。あ、ちょうどいいハンですよ。まあ確かにね、ちょうどいいハンです。おかしいな、おかしいっすね、もう。今はさすがにおかしい。ここも、あ、やべ、左下だったな。あ、まあでもいいんじゃないですかね、これ確かに2人でね、これまあ、卑弥呼に当てて、やっぱ卑弥呼は使ってきた、うん、なるべくね、ちょっと満身だったね、はい、まあまあでもね、今のコースしかないですから、確かに、はい、これダメ判定もらってます、いきます、倒します、はい、はい、ドーマン星ね、あのビットも倒さないと呼び出してくるんですけど、そうそうそう、これ邪魔なんですよ、はいはい、本当になんで、なるべく先に倒して、いや、地雷がないと卑弥呼動きやすいな、これも当たりに行くわ、う、ね、うん、もうボコボコっすよ、ボコボコ、こっから。で、マリシテの特徴として左下がね、重力バリア展開してね、なので重力バリアの展開の、影響を受けるモンスターはなるべく左下のターンを意識しながら行動しましょう、はい、スライショット、
そう、ここね、あの、まあ、重力が出てる時と出てない時にね、いかに SS を打っていくかって重要になるんで、はい、これ倒す。OK、これ余裕じゃない？うん、パイン強い。パイン強いね。パインが強いっす。パインなかなかいいじゃないですか、うん、普通に。これもう消すから、うん、消すからで、なんか特に意味ないっすけど、これも消すから。確かに消してくれるのでかい。消すのでかいよ。でかい。ほら、もうやりたそうだな。これでまたパイン動けるよ、はい、そう、これもね、気をつけましょう、うん、あの右上の白爆発も近くにいるとなかなかダメージ受けちゃうので、それは気をつけましょう。はい、いいね、終わった。いいじゃん。まあ、時折ね、2チェインとかもありましたが。いやでも、まあ、道中割とね、安定した攻略ができてたんじゃないですか、うん、え、いいじゃん、はい、やっぱね、マインスイーパー持ってればね、なんだかんだ来れるんですよ、周り地点は。なんでね、超おすすめってわけじゃないですけど、確かに。でも運極じゃないし、え、誰も運極って言ってないよ、はい、あ、そっか、ごめんごめん、まあ、確かに、うん、そうですね、まあ、でも、まあ、運悪としては使えますよ。うん、今回サンドラうま、うま、これちょうどね、シャンバラの、あ、素材でも素材で来た、うん、確かに素材集め完了しました。はい、はい、でね、まあ、今回はね、一応パイン、2体と、はい、まあ、ヒミコと、あとはね、はい、鉄板のチェリーで、来てみました。いかがでしたでしょうか、はい、ね、とかね、うん、まあ、パインがね、もっとガイド出るかと思ったけど、チェリーのが出たっていう、ね、うん、チェリーが全然紹介にならない、ありましたね、うん、はい、まあ、アンテナイガイド出てくれればね、そうです、割と実用性があると、うん、まあ、マリシテンもね、うん、皆さん本当もうかなりね、やられてると思うので、今回はどっちかっていうと、まあ、新キャラのね、はい、というか、まあ、この前出た恒例の、うん、まあ、パインをメインに、使ってみたんですけど、わりかし SS はこれかなり使いやすいんじゃないかなと思いました。SS 出てたし、はいはいはい、うん、悪くない。はい、なので、はい、ぜひちょっとパインをね、持ってる方はぜひコロチさんと一緒に回ってみてはいかがでしょうか。うまくね、はい、でね、チャンネル登録まだない人はぜひ、はい、ちょっとお願いします。はい、あとね、はい、パインで使ってたよってシェアとかもね、うん、ぜひよろしくお願いします。進化管理か両方、うん、連れて行ってました。お願いします。はい、はい、では今回もナシカの動画、白が、はい、お送りしました。お送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。